お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は牛肉の中華風炒めでございます。これはニンニクの芽とね、玉ねぎと人参を加えました。で、オイスターソースで味付けしました。でね、本当は紹興酒が使いたかったんですけどね、紹興酒がなかったのでね、日本酒でね代用しました。はい、これね、まあちょっと盛り付けがもっと綺麗だったらね、まあお店に出してもねいけるんじゃないかなと思っております。今日はですね、休館日にしました。ちょっとね、今日はちょっとやっぱりたまにはねお酒も控えてね、でもねいいんじゃないかなという気分でね、今日はねお酒はございません。休館日です。同じことを言いました。でね、特に今日はね告知とかは特にありません。まあ強いて言うなら、またカップラーメン動画をやるかなっていう感じでございましょうかね。金曜日でしょうかね。それぐらいでしか今のところはねございませんけどね、よろしくお願いします。またね、カップ焼きそば動画もね、また新作で出たらねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、カップ焼きそば北海道限定でございますのでね、よかったらね、出しましたら見に来てください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。